証券コード 8, 今日はこちらの紹介をします早速開けてみたいと思います中にはもう何も入っていません封筒がですねずっしり重かったので何かなと思って楽しみに開けてみました中にはこちらの5つが入っていましたままずはこちら住所と氏名が書かれた封筒の頭紙になりますなのでこちらは割愛します 次にこちら、マイナンバーのお届けが済んでいない株主様へということで、マイナンバーの届け出の願いになります。これはもう済ませてあるので、こちらも割愛します。そしてメインのこちら3つですね。まずはこちら、TSI ジャーナル。こちらはですね、通常の、まあ、会社の業績レポートとは違って、おしゃれなパンフレットみたいになっています。開くとこういうブランドの紹介だったりとか、いろんな 企画、イベント情報がたくさん載っている形になります。こちらに書かれてるんですけども、上半期のブランド別売上高ランキングというのがあって、まあ、トップ10紹介されています。各サイトや SNS でも旬の情報をお届けしています。優待、多彩なブランドが揃う株主優待制度、詳細は同封冊子をご覧ください。こういう楽しめるパンフレットを同封するっていうのが、アパレルの銘柄には共通しているのかなと感じます。そして、 こちら、ご有体験在中。開けてみます。中にはもう何も入っていません。じゃん。吉野家と一緒でこう冊子形式になっているんですけども、ショッピングサイトで利用できる20%付近になります。たくさん入っています。結構ね、びっくりするぐらいいろんなところで使えるんですね。僕好きなこうニューバランスも入っていますね。ピンキーダイヤンとかは女性のブランドでも有名ですよね。 僕男性ですけど僕も知ってますそして最後にこちら株主様ごご体験ご利用ガイドブック先ほどと同様利用できるブランド一覧がこちらに載っていてその使い方とかの詳細がいろいろと書かれています説明書の割にはやっぱりおしゃれですねアパレルってこういうなんか感じがいいですね見るだけで結構楽しめるような内容になっています証券コード 3608TSA ホールディングスは レレディースアパレル事業を行っている会社です。代表的なブランドにはジル・スチュアートやナノ・ユニバースナチュラル・ビューティー・ベーシックなどがあります同社は時代の流れを先取りする最高のクリエーションとライフスタイル提案を掲げており実店舗と EC サイトの両輪で同社の理念に沿ったさまざまな商品を買うことができるようです権利確定日は2月と8月、まあ、今回来たのは8月分になります株主優待券は、先ほどご紹介した、 自社運営 EC サイトの優待買い物割引券20%割引がこちらが年に2回来ます100株で1冊7枚セット500株で2冊14枚セット1000株で3冊21枚セット株式継続保有期間3年以上で100株2冊14枚セット500株3冊21枚セット1000株4冊28枚セットとなっていますそしてここで疑問なのが なぜこのレディースブランドを僕が買ってるかということなんですけども前々回の動画ぐらいでご紹介した通り僕はちょうどこの頃アパレル系の株を買い漁っていたっていうのとその動機がですねまたダメダメトレーダーらしくたまたま雑誌かネットでアパレル特集だったりとか10万円未満で買えるお買い得株特集を読んでなんとなく勢いで買い漁ったという経緯があります。 ちょうどコロナの影響で株価も下落して利回りも高くお買い得感があるそういった株に目をつけていたというのはあるんですけれども相変わらず適当でまさかレディースブランドとはっていうのを後ででづくというねうとんでもないダメトレーダーですねただ物によっては男性でも欲しいものが手に入るブランドもありますのでサイトを見て利用させていただこうとは思っています そして気になる株価なんですけどもやはりアパレルはですね前回のサマンサと同様面白い動きをしているんですねご覧くださいこちらです1年間見ると分かる通り本当に不思議な動きをするんですね一回コロナの影響で3月でガクッと下落しているものの6月に一気に値を戻しているんですねそこからまた下落をし、 今は年度内最安値を記録中です。特に女性の方におすすめなのが、美容やアパレル系はこのコロナの影響でかなり値を落としている銘柄が多いですので、まあ、僕はあのダメトレーダーで男性でこういう株を取得したわけですけども、女性の方はですね非常に今の時期チャンスなんじゃないかというふうには思ってます。特にコスメ、まあ、美容に関しては毎月定期的にお金がかかったりとかすると思いますので、うまく銘柄を組み合わせ 生活に役立ちコストコントロールができるよう工夫してみるのも面白いんではないでしょうか以上、カズでした。See you!